5月4日水曜日、時刻は午後4時30分を回ったところです。ラジオをお聞きの皆さん、こんにちは。本当はシピーレンのお時間ですが、今日は子供の日特別スペシャルということで、やっぱりシピーレンの時間をお送りします。今日の担当は普天間小学校4年1組キャプテン中地キララとキャプテン日上ヘアです。この番組は宜野湾市 PTA 連合会がお伝えする番組で、市内の小中学校の様子や子どもたちの活躍の様子、そしてシピーレンの活動の様子をお伝えする番組となっています。今日は普天間小学校の4年1組の楽しい活動をお届けします。この番組はユーストリームとツイキャスで映像と音声をネット配信しています。 FM 宜野湾のホームページから見ることもできます。メールアドレスは797@fmginowan.com 797@fmginowan.com です。特に今日は面白い映像となっています。そちらも楽しみください。今日は私の憧れのパーソナリティをさせていただいています。田村会長さん、ありがとうございます。ちょっといい？あの、私たちのね、紹介もお願いしますよ。ごめんなさい。はい、じゃあ向こうからお願いします。はい、宜野湾市 PTA 連合会会長田村です。はい、同じく宜野湾市 PTA 連合会副会長の荒垣です。はい、またまた出演してしまいました、普天間小学校 PTA 会長中地真由美です。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。お願いします。はい、三弘さん、ここ読んでください。今回だけの新コーナー、楽しく教科書を読もう、みんなの音読コーナーも作りました。ぜひ最後まで聞いてくださいね。 CM の後は大人の皆さんにマイクを お返しします。改めまして、こんにちは。時刻は4時34分を回りました。シピーレのお時間をお送りしています。田村会長、はい、どうでしたかね。さすが この子たちぶっつけ本番、はい、普天間小学校のキララさんとミヒロさん、はい、素晴らしいね。ミヒロさんギリギリに間に合ってよかったね。よかったですね。よかったと思う。はい、真由美さん、荒垣真由美さん、はい、すみません、はい、同じ真由美なので、じゃあ、はい、あの、一言お願いします。はい、3週間ぶりかな。そうですね、はい、久しぶりです。はい、今日はダブル真由美はい、田村で、で、可愛い子供たち2人でお送りしたいと思います。はい、はい、ありがとうございます。子供たちもまた休みの時には、はい、ね、ラジオに出られるように、そうですね、色々、はい、そういう企画もシピーレンも広がって、この番組ね、はいはい、広がっていったらいいなと思いますので。そうそう、あのお子さんたちが出たら、うん、お母さん方が一生懸命聞くんですよ、はい、それでまた口伝えでね、広がっていくんで、ね、YouTube、Ustream で、あの、画像が見れると思いますが、今日またね、あの中地
ファミリーはちょっと仮装で、はい、仮装してますね、はい、また映像も見れる方は映像もご覧になってください何やってんだみたいなありがとうございます、はい、今日はですね本当あとお二人ね全部の4年1組の女の子たちなんですけど、うん、をご紹介したかったんですけど、残念ながらやっぱしね予定が入っているということで二人お休みなんですが、今日この4年1組さんが今すごい取り組みをしてて、どんな取り組みですかね、ヨヘン・ショウコ先生、担任、担任の先生が、カンパニーっていうのを作ってるんですよ、うん、会社ですね、うん、で昔私たち の小さい時にあの何々がかりってあったじゃないですか、あれをみんなカンパニーに変えて作ってるんですけど、あの紹介してもらっていいですか本人たちに、はい、どんなカンパニーがあるんだった三平さん、三平さんのカンパニー何、自分のカンパニーは、うん、スタディーカンパニー、スタディーカンパニーで、キララさんはエンジェルカンパニーです、エンジェルカンパニーっていうの何だと思います、田村会長、天使は何年、クイズ、クイズ当ててみてくださいスタディーカンパニーは分かりますよね、なんとなく学習係です、学習係、じゃあ、ね、エンジェルカンパニーは何だと思いますか、給食係、ブブー給食係はちなみにデリシャスカンパニーですね、はい、そうです、で、あと何がリーダーカンパニーで、レターデリバリー、ミュージカルカンパニー、ニュースカンパニーで、全部で7、お母さん、ザ・ニュースカンパニー、ザね、ごめんなさい、ザ・ニュースカンパニーってすっごめありがとう、ザ・ニュースカンパニーっていうのがあって、7つの会社が立ち上げられてて、それで一つずつみんなの仕事があるんですね、例えばリーダーカンパニーさんだったら委員会の会長とか、みんなの困ってることとか、そういったこと助けたりしたりする、はい、そうね、で、みひろさんのところはスタディーカンパニーは毎日朝に、うん、頑張りとかプリントのチェックしたりする、あ、先生のお手伝いをするんだね、丸付けとかね、はい、レターデリバリーって何だろう、お手紙を取りに行ったり配ったりする係ですかね、うん、ありますね、お手紙取りに行く係ね、お手紙係ですかね、はい、そうですね、はい、でミュージカルカンパニー行ったら音楽の時とかに、うんうん、なんか先生に伝言を言ったり、うん、並ばしたり、並ばしてもしかして音楽教室とかに連れて行ったりするの、はい、わ、すごいね、じゃあニュースカンパニーはザ、あ、ごめん、ザ・ニュースカンパニーは明日の、うん、メモとかをホワイトボードに書いたり、ホワイトボードに書いたり、はい、何か展示物を貼ったりとかする、メモを書く係、あ、メモ書く係ですね、あ、いわゆる掲示係ですかね、あ、はい、昔のどうでしょう、田村会長と真由美さん何係でした、小学校の頃は、給食食べる係給食食べる係、いや、でも真由美さんね、なんかやっていそうですね、私は多分遊び係だったね、皆さん面白い大人でしょ、皆さん4年生からこういうね役割、うん、ちゃんな会社みたいな感じですごい先生もいろいろ面白いですね、うん、ただの係やったらねちょっと嫌だなってあるんですけど、うん、あ、そうだ、エンジェルカンパニー何だったっけ、キララさん、はい、答えはですね、私たちの学校にレインボーというクラスがありまして、ね、そのレインボーの子どもたちを助けてくる、はい、私たちの教室に来たりするレインボーの子どもたちを助けたり、うんうん、お世話したりする、お世話したり、はい、怪我をした人とかを保健室に運んだりする係ですね、ナースのエンジェルだね、はい、優しい、似合ってるね、よかったね似合ってるってありがとうございます、ありがとうございます、はい、そのカンパニーなんですが、うん、ちゃんと給料日があるんですよ、すごい給料がある、うん、給料があるんですよ、それもみんなクラス全員でね、はい、決めるんだよね、はいはい、自分のところのカンパニー以外にシールを貼って、うん、多いところが1位2位って感じでつけてって、うん、はいはい、このお給料は何なんか赤いシールが、はい、なんか毎月みんな3枚ずつ、最後の月にみんなに3枚ずつ配られていて、もしかしてこれを貯めるってこと、うん、はい、たら1か年後3月ぐらいに何か大きな何か来るんだね、はい、それは先生が内緒、うん、内緒、はい、わすごい楽しみだね、一番多く貯まったところではね、うんうん、一番多く貯まったところが何かもらえる、もらえる、すごいねもらえる、ちなみに4月は1位がリーダーカンパニーさんだったらしいんですよ、はい、はい、やっぱり
この子たちがいっぱい頑張ったんですかって先生に聞いたんですね。この間家庭訪問の時にこのお話をお聞きしたら、あ、いやみんな頑張ってましたと。ただリーダーカンパニーさんが目立つみたいですね。クラスの困ってる人とかね、助けたりとかで。だから皆さんもちゃんとね、あの手を挙げてとか、私たち仕事やってますっていうのをね、言ってくださいって言ってましたね。すごい面白いね、このカンパニーね。面白いですね。あれいいかもね。お家でもやりたいですね。って嫌な A でしたね。嫌な A なんだね。なんですか。ね、まゆみさんね。はい、私もやりましょうかね。お母さんとしては嬉しいですよね。いいですね。田村会長もこれであのお小遣い制はお父さんもさせられるかもね。させられるシールが増えていったらお小遣いが増えるとか、はいはい、なんだお小遣い制になっちゃうの。なんだなんだ。でもこれ面白いなと思って、今度はねこの先生もね、いい取り組みだなと思って、いいですね、やりたいと思いますね。で今日はこのお二人からのリクエストで面白い曲をお届けしたいんですが、はい、キラさん言ってみて。まずは1曲、はい、まずは1曲目何でした。ドリフの早口言葉を、じゃあお願いしますね。お願いします。聞かせて。
はい、皆さんどうでしたでしょうか。久々でした ね、 ね、大人の私たちは、ね、はい、懐かしい感じで、はい、踊りまで覚えてるからね。そうですよね、子供たちもでも分かるんだ、ケラちゃんも踊りも覚えてるから、すごいね、分かるから。なんで分かるの、お母さんがやってるとか。この前みんなでカラオケ行った時に、うん、いとこたちと一緒にいた時にみんなで踊ってたから、その時に覚えたんですよ。そう、このいとこのね、おじちゃんなんかみんなね、同世代だから。あー、そう、懐かしいですね、本当に。待てよ、はい、みひろさん一言。はい、お母さん見てますか。聞いてますか。聞いてますか。みひろ頑張ってます。頑張ってます。頑張ってますね。本当にね、急にね来てごめんね。前もってお願いしたらよかったんだけど。じゃあそのみひろさんの素晴らしい声もね、大きな声で言ってみてね。次は初めての試みで音読のコーナー、教科書を楽しく読んでみようということで、ね、学校で習ってるね、習った、もう終わったんだったっけ、終わった、ね、今やってる、今楽しいね、すごい綺麗なね、面白い詩があったんで、うん、それをこの二人にじゃあ読んでもらおうと思います。ではお願いします。心のスイッチ、遠いよしお、人間の目は不思議な目、見ようという心がなかったら見ていても見えない。人間の耳は不思議な耳、聞こうという心がなかったら聞いていても聞こえない。頭もそうだ、初めから良い頭、悪い頭の区別があるのではないようだ。よし、やるぞという心のスイッチが入ると、頭も素晴らしい働きをし始める。心のスイッチが人間をつまらなくもし、素晴らしくもしていく。伝統のスイッチが家の中を明るくもし、暗くもするように。どうでしょう、すごいいい詩だけど、はい、2人とも緊張しながらもね、上手、よかったね、上手って、お母さん聞いてるね、みひろさんね。心配そうにね、届けておいていただいてね。今聞いてるね。よかった。本当にちょっとドキドキでした、間に合うか。石川だった、石川だった、はい、お兄ちゃんが野球の試合、はい、普天間中学校、はい、ああ、そうか、どうだった試合は。逆転で勝った。逆転で勝った。おお、いいね。よかったね。みひろさんのお兄さんおめでとうね。2人いるよね。はい、中3年生と中学2年生ね。はい、お兄ちゃん2人とも野球部で。まあ、よかったね。またお兄ちゃんたちにもラジオ出てって言ってね。はい。はい。じゃあ、この辺で次はあのスピリンからの。このね、心のスイッチって大人も、そうですね、改めて。ああ、そうですよね。これ、はい、ズキンってきます、はい、あとですね、はい、私の長男、長男じゃない、長男が幼稚園の時に、はい、大安先生っていう方がいらっしゃって、はい、で心のスイッチもいいんですけど、心にブレーキ、心にブレーキを踏みなさいっていうことで、はい、要するに何かする時は一旦ブレーキを踏んで考えて次の行動を移しなさいとか、うん、そういうお話も、やっぱり車にもブレーキがあるじゃないですか、うん、はいはい、やっぱりそれをあの心のブレーキを踏んで、やっぱり次の行動を移しなさいということで、幼稚園生ですけどお話ししてましたね。幼稚園のなんか講演会かな、うん、講演会というか、あの子供たちに常にこういうお話をしてました、うん、すごいですね、ブレーキ、うん、ブレーキをかけなさいということで、うん、そこもちょっと痛いところですね。確かに一呼吸を置くようにも、ね、はい、よく言われますね、はい、じゃあスイッチとブレーキで、はい、スイッチとブレーキで、シピレンもそれで、はい、28年度いきましょうか。シピレンは大丈夫じゃないですか。いやいや、はいね、はい、大丈夫です。はい、大丈夫です。じゃあそのシピレンさんからのお知らせお願いします。あ、はい、シピレンの28年度、定期総会が5月の21日土曜日に行われます、場所が、中央公民館市民会館の2階で、行います。また準備をしてくだされる担当校が羽衣小学校と加賀津中学校さんとなっていますので、また関係者の方は、皆さんお時間、お忙しいと思いますが、ぜひご参加の方お願いいたします。はい、お願いいたします。はい、はい、ありがとうございます、はい、ぜひ私行きます。あ、ぜひ。あ、当たり前ですか、はい、お願いします。はい、ね、市内の9つの小学校と4つの中学校のね、会長さんとまた関係者の皆さん、理事の皆さん、じゃよろしくお願いいたしますね、うん、そうですよね、一か年のまとめということでスタートですね、はい、まとめとスタートですね、まとめとスタートもそうですね、はい、あ、そうか、新規のね、ありますからね、まあ、忙しい時期じゃないですか。はい、忙しいですね、頑張ってください、はい、加賀津小学校
校、中学校は総会今から？ですね、かかず小は金曜日です。6日です。今度。来週。はい。で、中学校は13日金曜日。来週。はい。今からもう総会フェスティバルね。はい、フェスティバルです。そうかもしれない。はい、そうですね。ゴールデンウィーク明けと前。小学校と終わりました、ね、中学校と一緒の日でした。はい、同じ日でしたね。じゃあ会長、総会終わってまた気分爽快で。あ、そうですね。はい、頑張りましょう。気分爽快で。いいえ、じゃあ、 曲のリクエストがね、はい、ありましたので、はい、じゃあお願いしましょうね。はい、はい、私からの曲リクエストで小田和正さんの確かなことお願いします。ですか。はい、ですね、また恒例の真由美からのお願いでやります。はい、ゴールデンウィーク2日目ということでかなり渋滞もあるようですので、FM 技能を聞きのドライバーの皆さん安全運転でよろしくお願いします。で、この曲を聴きながらゆっくり安全運転でをお願いいたします。はい、真由美さん、はい、藤波会長聞いてますか？これが本物です。本当でした。優しい声でした。藤波さんどこ？九州。九州で九州行ってますね。はい、今日出演の依頼して、はい、藤波さんは出張というか遠征、うん、で、伊佐秀人シピレ副会長はお仕事で欠席、はいはいはい、で、普天間中学校の副会長の石川さんは、はい、コアウムヤで、はい、欠席ということで、はい、また参加できる方、志摩市小学校の宮城聖子さんも試合で欠席ということで、はいはい、また出られる方はぜひ、FM 技能湾シピレの時間、ご参加ご出演をお願いいたします。はい、お願いいたします。はい、待ってますね。はい、はい、では今日のゲストのお二人にじゃあ最後のちょっと感想を聞いてみましょうかね。はい、今日どんなでした？はい、キラーさんどうぞ。今日は本当に私の憧れだったパーソナリティができたので、うん、少し初めはちょっと緊張していたけど、うん、うまくできたから嬉しかったし、うん、親友のみひろさんと一緒にエラジエンに出れたこともとても嬉しいなと思いました。うん、あー、よかったね。よかった。イエーイ。じゃあみひろさんお願いします。はい、初めてラジオで喋って、うん、とても緊張したけど、うん、なんか無事にできたんでよかったです。うん、スカウト来るかもよ。うん、音楽すごい上手だった。また来てねって言ったら出てきてくれる？はい、よかった。やった。ね、昨日ね、無理やりお母さんにねお願いして電話してね、お願いします。お母さんもお忙しい中ありがとうございます。今スタジオの外で聞いてみますけど、向こう側で手振ってますね。日賀めぐみさん、きれいなお母様ですので、はい、よろしくお願いします。お待ちしてます。行っちゃった。行っちゃったって。大丈夫よ、お母さん美人だから。きれいなお母さんですよね。そうですよね。はい、じゃあ田村会長最後。はい、子供たちと共に心一つにナンバーワン、オンリーワン、技能ワン、市ペアレント・ティーチャー・アソシエーション連合会、略してシピレンですね。シピレンの意味は PTA 連合会の意味でした。
また、来週の水曜日夕方4時半からお会いしたいと思います。本日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。みんなバイバイして。バイバーイ。バイバーイ。バイバーイ。